めぐみのランディックパワー、5歳イエローモネ役の丹羽美希穂です。私は演技のオーディションが初めてだったので、初めてに近かったので、最初マネージャーさんに今回一時で書類の戦隊のオーディションが一時通過したよって聞いた時に本当びっくりして、自分がまさかそういうヒーローのオーディションを受けると思ってなかったのでびっくりしたんですけど、それで2時3時ともう最終審査まで行って、なんかずっとなんかまさか自分が本当ずっとそのオーディションに受かると思ってなかったので、すごい嬉しかったですね。聞いた時は事務所の方に内緒にずっとされていて受かったことを、でサプライズでその事務所に行った時にこの五星イエローに決まったよってことを聞いたので、その時はなんかすごいなんか本当に手が震えたというか、すぐお母さんに電話して、なんかもう高校の合格発表以来ですね、こんなにびっくりして、もうお母さんにすぐ連絡したのは。周りのなんだろう、とにかくなんかみんな本当に喜んでくれて、もともとテレビはあんまり出たことがなかったので、その美希穂がテレビに出るってことで、なんかもう私は地元が名古屋なんですけど、それで大盛り上がりでしたね、本当に。はい、私は二十歳なので、モネは17歳っていう設定なので、3個自分より年が下なので、とりあえずもう子供っぽさを意識したりとか、あと兄弟なのでお兄ちゃん、私も実際お兄ちゃんがいるのでその辺はすごいやりやすいんですけど、そうですね、子供っぽさとか、なんだろう、妹の感じとかを研究したりとか、とにかく元気で勝ち気な性格なので、そこはいつも意識して演じてます。同じところだなと思うのは、なんか仕切り屋だったりするところが同じですね。なんか私も高校とかの文化祭とかで、なんかあれやろうよこれやろうよでこういうのどうとかいうタイプなので、なんかやっぱモネと似てるなっていうところはあるし、そうですね、結構仕切り屋ですね。はい、で違うなって思うところは、やっぱりモネは17歳で私は20歳でっていうところもあるんですけど、やっぱなんだろう、モネは結構後先考えずにどんどん突っ走ってって言ってしまう女の子なんですけど、結構私はなんか結構いろいろ考えてしまって、なんか言いたいことは言うタイプなんですけど、なんかいろいろ考えた上で言ってしまうので、モネほどはそんなあんまりズカズカしてないかなとは思います。はい、兄弟同士のクランクインだったんですけど、そうですね、なんかもう初めてすぎて何もかもが、そのもう本当スタッフさんも職人さんが多いので、カメラマンさんがすごい、なんかもうカメラマンさんってこんなに指導してくれるんだってぐらいうわーって言われて、本当にアグリ役の、浜くんとなんかもう泣きそうになるぐらいもう。すごい精一杯で、でも今見るとなんか恥ずかしいというか、半年経って恥ずかしいなって思いますね。でもすごいいい経験でした。はい、エピック3のそのランディックパワー分裂っていう話があるんですけど、初めて一人ロケに行ったなんかとこで雪のシーンがあって、それでモネが一人で戦いに行くっていうところで、私も一人にロケに行くっていう、なんかそれがすごいリンクされてて自分の中で、なんかすっごいなんだろう、その気持ちもなんか重なってて、
すごい寂しいけど頑張らなきゃみたいな、そのプレッシャー、すごいプレッシャーもあったんですけど、その良い意味ですごい引き締まったというか、エピック3は本当になんか雪も本当本物の雪を扇風機3台ぐらい使ってわーってやるんですけど、なんかそれでもすごい、冷たくてすごい目が開けれない状態とかになったんですけど、だからでもいざオンエア見るとすっごいなんか胸鳴らしさが出てって、なんか良かったのかなとは自分で思いますね。はい、チアの回はそうですね、その最初にプロデューサーさんに、その私ミッキーの特技といえばっていう話をしたことがあって、私は小学3年生からダンスをしていて、で去年一昨年ぐらいからチアをお仕事の関係で始めたんですけど、それで本当にチアの魅力にハマってしまって、人を応援するというか笑顔でするっていうのが、でもそれはなんかちょっとモネにも合うなとはちょっと思ったんですけど、でそれをなんかお話でやれたらチアやりたいですねっていうお話をして、でそのお話が終わって台本渡された時にモネのチアの回だったので、すっごい嬉しかったです。なんかなんかまたモネっていつもなんかちょっと怒ってたりとかなんかプンプンしてるんですけど、なんか初めてスカートを履くモネだったりとか、すっごいいろんな一面が見れる、やっぱ子供のためにちっちゃい子のためにそのチアを踊って元気づけるというか、本当にそうですね、モネ一人だけのなんかお話っていうのは初めてだったので、なんかチアのダンスもその周りのチアのメンバーの人と合わせる時間が2時間ちょいぐらいしかなくて、なんかすごい不安だったんですけど、でも本番はメンバーのみんなもすごい褒めていただき、本当に何テイクもしましたが、すごい、チアやれてよかったなって思いますね。はい、千葉ちゃんはそうですね、なんか第一印象は本当に静かな感じの方かなとは思ったんですけど、意外や意外によく喋る青年で、そうですね、もう千葉ちゃんにしか新たはできないし、新たにしか千葉ちゃんはできないっていうぐらい新たに近い存在で、やっぱりなんか黙っていても私たちをなんか引っ張っていってくれるような存在で、現場でもそうですね、よく小野くんと一緒になんかお笑いというかいろいろなんかモノマネがうまいんですよ。モノマネがうまくて、そうですね、いろいろモノマネってか動物のモノマネがうまいみたいで、いろいろいっぱい和ましてくれますね。五星ピンクエリ役の佐藤梨花ちゃん、梨花ちゃんはそうですね、やっぱりオーディションの時点でもう梨花ちゃんを見た時からもうすごい気になる存在だったので、こうやって今一緒にお仕事させていただいてるのが嬉しいんですけど、で私より2つ、そうですね、2つ年上なんですけど、とってもなんかなんだろう、接しやすくいい意味で親近感があって、プライベートでもすごい仲良くさせていただいてて、リカちゃん家にちょっとお泊まりに行ったりとかも、そうですね、なんかリカちゃんはエリのままで、で私もモネのままなので、なんかいつもお互いその京都出身で、私は名古屋出身で、本当西寄りの感じなのでノリとかも、だからいつも2人で爆笑して、そうですね、もう現場でもエリモネって言われるぐらいもうセットでいつも一緒に行動させてもらってます。はい、マオはですね、そうですね、ハマオでマオってみんなで呼んでるんですけどそうですね、やっぱり兄弟役としてお兄ちゃんなんですけど、実際は私が2つ上のお姉ちゃんっていうことで、
初めてその年齢を聞いた時に本当びっくりして、18歳と思って。だけどやっぱその一緒に5人で毎日撮影現場で会う中で、やっぱり18歳の面というか、やっぱ演技に入るとアグリお兄ちゃん21歳って感じなんですけど、なんか5人の現場で普通のバスの中とかだと本当に純粋な、本当にそうですね、私たちの笑い話をいつも一生懸命というか、なんだろう、ちゃんと話を聞いてくれて、すごい純粋な子で、うん、最近は私もそのもう役以外でもお兄ちゃんって呼ぶようにはしていて、本当に最近はもう兄弟役のお兄ちゃんとして本当になんかもう尊敬してますね。はい、ケントはそうですね、まあ、唯一の私は同い年なので、そうです、成人になったのも同じですし、なんかあと一番なんかムードメーカーだと思います。なんかそうですね、メイクルームに入ってきた時の朝のテンション、朝のテンションってやっぱりみんなちょっと朝ちょっと撮影がずっとあったりとかで、朝ってちょっと戦隊の現場早いのでちょっとテンションがっていう時もあるんですけど、その時こそケントの言葉でみんなが上がるっていうか、いや本当にいつも場を和ませてくれるというか、でも人一倍みんなのことを見ていて、本当にそうですね、ハイドほどクールじゃないんですけど、そのだけどハイドの部分も本当持ってて、でもちょっとお茶目な部分も多くて、本当に、うん、いい意味で言ったら自由というか、すごいご聖者にとっては本当に大事なムードメーカーだなと思います。はい、結構5人ともなんだろう、雰囲気がホワホワしてるというか、なんか5人出る時に私たち天使だよねっていう話題になるぐらい、なんかみんなほんわかしていて、そうですね、うん、とってもみんな仲が良くて、うん、すごい、それはその演技でもそのまあオンとオフというか、演技ではすごいみんな役に入って集中する時は集中して、うん、とても刺激し合える仲間だと思います。自然体でいることは本当に、うん、大切だなと思います。なんかモネにしてもやっぱ自分と近いので、どれだけ自分が自然体でいられるかとか、そうですね、台本読む時も本当いろいろいろんな全部読んで、いろんな情景を浮かべて全部台本に仕草とかは私は書いていくんですけど、それでなんかそうですね、アドリブとかも入れられたらいいなとかで書いていくんですけど、そういうのも楽しいし、そうですね、もう本当今は自然体で取り組んでます。はい、そのリカちゃんとやった五星ガールズ、ガチャ五星ガールズっていうエリモネ会って呼んでるんですけど、私たちはそのエリモネ会はすごい楽しかったので、もう一回なんかエリモネでのコンビでなんかやれたらなっていうのはリカちゃんと話してるので、そうですね、最終回までにできたらいいなとは思ってます。はい、転送戦隊ゴセージャーの DVD を見てくださってありがとうございます。モネです。そうですね、転送戦隊ゴセージャーを見てニアミキホを知ってくれた方もたくさんいると思うんですけど、どん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 まだご成長続きますので、モネとしても、私自身としてもどんどん成長していけたらなと思います。これからも応援よろしくお願いします。モネでした。バイバーイ。